どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は速報ということでちょっとね短い動画になります。昨日ですね、 GoTo トラベルキャンペーンの発表がありました。新型コロナウイルスにですね、感染拡大で新規に除外になった地域っていうのは GoTo トラベルキャンペーンの割引額である 35% の割引について保証を行わないっていうね発表がされました。これはね、まあどういうことかというと、7月27日からですね、この GoTo トラベルキャンペーンの本格的なね割引考慮したね金額で、まあ販売が始まったわけなんですけども、新たにですね神奈川であったり、まあ大阪であったりね、まあそういう地域が感染拡大を受けてですね新規で除外になった場合、政府としてはまあ保証しないでですね、予約した側、まあ消費者側がですね、まあ負担するっていう形になったわけなんですよね。いやー本当にね、私も GoTo トラベルキャンペーンの動画を、まあ、結構出させていただいておりまして、おすすめさせていただいてたわけなんですけども、ちょっとですねこの発表が、あったということで、ちょっと全体的にはですねもうおすすめできないかなっていう感じなんですよね。いやもう本当にね、この GoTo トラベルキャンペーンに関しては本当にね後出しじゃんけんみたいなね、最初から発表されてないことがですね後から発表されてくるっていうのが結構多々ありまして、本当に困ったって感じですよね。いやもしねこの保証に関してですね、最初からこういうなんていうんですか、新規で除外になった場合ね、まあ、保証を行わないっていうね方針であったのであればですね、この GoTo トラベルキャンペーンが始まった7月22日以前にですね、ちょっと発表してほしかったですよね。せっかくね、7月27日から割引額をね、考慮した旅行商品がですね、販売されたにもかかわらずですね、発表されてしまいましたので、今後ね、まあどういう形だったら、まあこれが利用しやすいかっていうのはちょっと考えたんですけども、まあ、やはりね、この割引額っていうのを考えないでも旅行に行きたい方っていうのは、割引が受けれたらいいなぐらいでね、まあ、利用するっていうのはね、まあ、利用できるかなっていう感じなんですけども、まあ、それ以外だと本当に直前利用みたいな感じで、今日まだ発表されてないから明日から利用しようみたいなね、まあ、そんな感じでしかですね、ちょっとねおすすめできないかなっていう感じなんですよね。直前でね予約するとですね、ちょっと価格が上昇するっていうのもね、まあ、ちょっとあると思うんですけども、まあ、35% の割引額を考慮すると安いのかななんてねふうにも思いますので、まあ、今後はですねこの2パターンでしかちょっとねおすすめできないのかなっていうふうには個人的には思っております。いやちょっとね残念ですねっていうことなんで、まあ、今後ね、この GoTo トラベルキャンペーンね、利用したいなっていうふうに思っている方は、この点はですね、ぜひ忘れないでいただいて、検討してみていただけたらなっていうふうに思います。重要な部分は、この、いつ除外になるかがね、わからないっていう点なんですよね。今日ね、神奈川県が除外にされるかもしれませんし、明日除外されるかもわからないじゃないですか。っていうことですんで、本当にね、GoTo トラベルキャンペーンね、利用する方はですね、忘れないでいただきたいなっていうふうに思います。いや、本当に残念ですね。うん。本当にその言葉に尽きるかなっていう感じです。ちょっとね、今日の動画は短くなってしまったんですけども、こんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。